って。あ、バチバチ気持ちで負けるのよ、気持ちで。了解です。頑張れよ。おお、トリケラトプス。ちょっとね、ちょっとね。ゆうくん。ええ。もう一対一だね、もうサモンちゃん。ああ。頑張れ。一対一。お前負けたよ。ゆうじくん。はい。ゆうじ。はい、3本勝負、3本目、1対1。はい、構えて。はい、スタート。強そうだ、相手も。いいやん、いいやん。じゃあ、いいやんかよ、もっと押すぞ。おい、行け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 、待ってるな。やっぱ思ったんですよ。力が入ってない。勝っちゃったよね。はい、勝っちゃったっすね。職人さんの明日の仕事のこと考えてちょっと手抜きました。ちょっとあのじゃあ一言ちょっとアドバイスしてください。まあ、よかった。最初ともね、お互いこう気持ちが入ってるね、はい、チーム対抗戦で、そうですね、非常にエキサイトな試合を見せてもらったので、はい、僕らも勉強になりました。ありがとうございます。で、この綱引き大会が俺らが負けて1-1ですね。1-1だね。はい、1勝1敗ですね。1勝1敗、はい、ではちょっと次回何かやりましょう、はい、お願いします。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます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 。社長、はい、今日こんなもんで終わりでいいですか？ダメっすね。社長、ダメっすね。ダメっすね。ダメっすね。あんなに頑張ってるのに。社長、何や、名前取るんですか？俺やばいですよ。仕事あるもん、明日。いや、大使、仕事してないじゃん。もうゴルフばっかやってさ。止めてください。危なかったら止めてください。大丈夫です。大丈夫です。あそこでもうミット打ってました。二人、うちの秘密兵器がいますんで。誰誰ですか？相手による、相手による。申し訳ないです。相手による長谷さん、相手による、相手による。社長、スロートやで。15歳の女の子用意してます。はい、あの子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 ですよ。全然良いっすわ。あ、全然良い。あ、全然良い。あ、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 同じルールでいきますか？大丈夫です。90秒ルールで。大丈夫です。いや、おーし、やる。2分じゃないですか。2分3分で見る。ただ彼女は壊れちゃうかもしれないですよ。いや、壊しちゃってください。もうキックボクシングやめたいってなるんですよ。大丈夫ですよ。いや、それあと2分後に言えるんだったら言ってください。大丈夫ですよ。やりましょう。彼女壊しちゃうんですよ。俺手加減とかできんですよ。早いですよ。こっちもガチで陶器が出ちゃうんですよ。バッ。こっちもガチでいきますんで。いいですか？ほんと大丈夫ですか？望むところです。おーい、やべえ。あ、やったよ、お前。
トゥルヤだおーおーおーいいやいいや社長待ってこいよ、待ってこいよ社長、やったってくださいよやったってくださいよ、ボスありがとうございますまあ、ハイチャー書くなよ。一生男のことが好きになりたいんだな。15歳で本当の男知るわ、お前は。かわいそうだな。15で本当の男知ることになるぞ。言ったらよ、俺ら男知りだろ、ほんと。15だろうが何だろうが手加減しんだよ、俺ら。おい、倒したぞ、このハゲ。おい、ハゲ。帰り一緒に帰りたいとか言うなよお前帰れるといいなはいじゃあ2分間じゃあ本当にこれだけ伝えておいてください、うん、本当に掘れたら感動ってこれだけちょっと心配俺ははいはいやりましょうじゃあ、ま、じゃあ、ちょっとやるでな、うん、おー行くでうんマジで行くで手加減できんだよよしじゃあここから真剣ねはい、はい、スタート。おいマジで。あらマジで。おい。痛い痛い。よし。おい痛い痛い。うっ。あじゃあこれあんた本気で来たね。あもう場所移ってよ。よしよしよし。あら掘れてよ。はい。もう一本取ってもらっていいですか？はい。
じゃあ、はい、うちの元プロキックボクサー、はい、でやるんですか、もし弟は。あ、まあもう今はこんなんだけど、昔はちょこっとかじってましたんで、ちょっとど素人にプロとの違いとの見せてやろうかなと思いますんで、そんな大きい声出さんでくださいよ。いいですか。はい、じゃあ2分休憩ね。はい、始め。はい、ありがとうございます。おぼきいけー。もっといけいけ。根性根性すわ。根性で、皆さんまた面白い動画作ってきます。またちょっとなんか対決しよっか。対決ね、決着戦だよね。何言ってんだよ。決着だな。タッチダウン決着だな。やったるでな。今度は絶対待て。やめちゃねえよ。ってことで、ちょっと言っとくのですよ。またぜひ楽しかったです。またぜひよろしくします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後、チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。お願いします。またね。まあ、恥ずかくなよ。一生男のことが好きになりたいんだな。15歳で本当の男知るわ、お前は。かわいそうだな。15で本当の男知ることになりたい。言ったら、俺は男知りたるわ、ほんと。15だろうが何だろうが手加減しんだよ、俺は。ちなみに、あの、セリフ、セリフですか。あ、セリフですか。いや、大丈夫です。もうこれ最後、おまけに使ってほしいわ。おまけに使えるじゃん。大人な感じでお願いします。